こんにちは、ラッキーです。今日はですね、馬の足につけるプロテクターのお話を少ししたいと思います。でこちらにいるアリエル、ここで生まれ育った馬なんですけど、今ね、いろいろ調教、トレーニングをしています。今日は初めてこのアリエルにプロテクターをつけるので、その様子をね、見てもらおうと思います。でアリエルにプロテクターをつける前に、簡単にね、プロテクターって何なんだっていう話をしたいと思うんですけども、簡単に言うとですね、馬の足を怪我から守る道具です。いくつかね、紹介したいと思います。今日ね、つけるプロテクターはこちら、前足用のプロテクターです。こう、足をね、全部膝から下を覆うタイプのプロテクターです。これを今日はつけてみたいと思います。今までつけたことないんでね、どんな反応するか分かんないんですけど、今日はねつけてみたいと思いますが、今日はねこの前足タイプをつけてトレーニングをします。で他にもですね、いろんなプロテクターがあります。代表的なものをご紹介させてもらうと、プロテクター、よくね競馬なんか見てる方はご存知かもしれないんですけど、バンテージ、包帯タイプのプロテクターというか足を保護する道具ですね。ただ、さっきの前足を全部くるむプロテクタータイプと違って、バンテージっていうのは、いろんな役割があって、競走馬だと、競走馬だとこの剣の部分ですね、剣の部分がすごく大事なので、剣の伸び縮みをサポートするためにつけたりする意味合いもあります。あと、これはレースが使えないバンテージなんですけど、レースのバンテージも細くてね、伸び縮みするものがあります。そうやって、ね、足を、ね、保護するための包帯タイプのバンテージもあります。次はですね、後ろ足を保護するタイプのバンテージっていうのもあります。で後ろ足、障害をねジャンプしたりする馬なんかはですね、後ろ足がこう障害物にぶつかって怪我をするのを防ぐためにですね、こう覆ったりするタイプもあるんですけど、これはね、そういった道具じゃなくて、馬の足の臼節という部分を保護する、こっちに足がこう、これ後ろ側になるんですけど、馬の足のここがね当たらないように地面に、それを保護するための道具です。ウエスタン競技でレーニングって競技があるんですけど、結構ねズバーッと馬をスライディングストップって言って、こうシューッと滑らしたりするときにですね、臼節が地面についちゃうんですね。こうやってそうすると、こう臼節擦れて怪我しちゃうので、それを防ぐための道具です。見てもらったかですけど、擦れて当たりますよね。わかりますか？なんで結構ね臼節当たるんですよ、スライディングストップすると。まだアリエルはそこまでやってないんで、これつけないんですけど、いずれねつける時が来るかもしれません。はい、これは後ろ足を、臼節を守るタイプの。早速ね、アリエルにプロテクターをつけて、どんな動きをするのか、ね、見てもらおうと思います。じゃあね、今からねこのプロテクターつけていきたいと思います。このね、ここは臼節って場所なんですけど、ここに当てるようにして、今日は鳴らしなんで、あまりこう難しくつけずにパッとつけてきてみます。はい、こんな感じですね。違和感あると思います。
はね、超馬柵といって、まあ、長いロープを使ってね、まあ、運動させることをするんで、そのままね、回さずに、このネックストレッチャーっていう道具なんですけど、馬の首のストレッチ、こう伸ばし縮めたりするのをしやすくするための、ざっくりのそういう道具。
今日はねこのアリエルの初めてのプロテクターをつけての運動をしてもらうところね見てもらったんですけど、馬からしたらね今までつけてないものがつくわけですから最初はかなり違和感があると思います。最初ちょっと変な歩き方になったり慣れるまで時間かかったんですけど、後半ちょっとですけどね、いい感じになってきたので徐々になっていってもらえたらいいかなと思います。これからもね勉強することたくさんあると思うんで大変だと思うんですけどね、またねアリエルの成長見てもらえたらいいかなと思います。今日はプロテクターを初めてつけたアリエルさんの様子でした。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。